はい、どうも、キスケです。ということで、ドラゴンボールレジェンズ、新キャラクターの情報が公開されたということで、そちらの方を見ていこうかなと思います。はい。ニューファイター。まあ、なんとね、ウルトラみたいですね。なんで、リミテッドをゆるレジで公開して、ウルトラをツイッターとかでね、X とかで公開すんねやろうって いつも思うんやけど 普通逆じゃねって思っちゃうんですが、そんなことは置いといて、ちょっと見ていきましょうか。まず初見です。いきます。はい。え？必ずや魔人ブーは復活しましょう。え？どういうこと？ベジータか？もしかして。そっち？あ、びっくりした。バビディかなと思っちゃった。え、魔人ベジータじゃね？これ。うわー。これはかっこよすぎる。マジで。正直神です。マジで。うわ、魔人ベジータか。うわー、これは究極アーツはどうなるんだ。究極アーツちょっと微妙やな 究極アーツちょっと微妙やな。マジっすか。うわ、魔人ベジータかよー。うわー、魔人ベジータかー。やべえ。欲しすぎるー。いや、一瞬、ねえ、なんかバビディかダーブラかどっちかなのかなって思っちゃったけど、魔人ベジータかー。これあれじゃない？ベジータ初のウルトラじゃない？ですよね。これはウルトラインスもうちょい見てみるか。はい。ああ、いいね。いや、これイラストクソかっこいいな、マジで。ああ、かっこいい 正直かっこよすぎる。うわー、やべえ。これはちょっとさすがにかっこいいわ。今のウルトラインスかな、これ。特殊かな。これ打撃カバチェンかな、多分。ああ、違うな。なんだこれ。ん？なんだろうな。射撃アーツ、避ける。あ、え？カウンター必殺じゃない？これ。カウンター必殺じゃないか、これ。うわ！しかも範囲特殊っぽい。マジかー。うわ、絶対そうや。カウンター必殺、範囲特殊？これ範囲だよな。うわ、マジで？これ必殺アーツか。突進系。で、究極アーツね。究極アーツの演出はまあ、正直って感じやな。まあ、格好悪くはないけどね。うわ、やべえ。これはね、引きです。さすがにちょっと欲しくなっちゃうね。はい。っていう感じでしたね。まあ、ウルトラ魔人ベジータが実装決定という形になりました。くー、最高。